よしです。今回は前回の動画、ペンシルベニア州 RB キャンプのキャンプ場すぐ近く、車で8分ほど離れたところにあるストラスバーグ鉄道に乗ってディナーを食べてきました。前回の動画は右上にリンクが出ているので、まだ見てない人はぜひ見てくださいね。ストラスバーグ鉄道はペンシルベニア州ランカスター郡にある保存鉄道で、北米東海岸で重要な役割を担っていたようです。Yeah, we have reservations. I mean, we're early, so we're just trying to know where to go. It's reservations for 6 o'clock dinner. ちょっと早く着いたので、予約の確認をしてから鉄道やギフトショップの見学をします。昔ながらの素敵な食堂車。実際に線路を走る昔ながらの機関車の中でディナーが食べられるコースがあり、行く前に予約をしメニューを決めておきます。サラダまたはスープ、エントリー、デザート、そしてワンドリンクのセットです。乗車時間は45分。今回はすでにソールドアウトでしたが、他にもワインとチーズのコースもあったようなので、行く前にウェブサイトをチェックしてみてください。ウェブサイトは概要欄に載せておきます。ここは車両を改造したホテルや鉄道のおもちゃがあるところ。次はこのホテルに泊まってみたいな。Look at this, this is funny.何やら大勢の人たちが集まっている楽しそうな場所発見。後で調べたらチェリークレストアドベンチャーファームということが発見。
Oh, there's a rabbit that just went underneath the train. Yeah. He lived.頃はすっかり暗くなっていて、車掌さんらしき人がレールロードランタンを持っていました。これぞ元祖。かっこよかったです。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画ではこの鉄道の隣にある鉄道博物館に行きます。ぜひチャンネル登録、コメント、グッドボタンを忘れずに待っていてくださいね。また次の動画でお会いしましょう。では